どうもこんにちは。はい、本日ですね、1月18日土曜日ですね。今現在時刻が、ちょっと2時ぐらいなんですけども、まあ、ちょっと今日ですね、まあちょっと午前中はちょっといろいろ作業があってですね、やっと今の時間から出かけられるって感じなんですけれども、今日はちょっと免疫の方にまた行きまして、まあ、GU の方でですね、気になる商品があるんで、そちらの方を見に行きたいかなと思います。まあ、最近ですね、結構まあ、普通の近くの GU に売ってればいいんですけども、結構なんか最近流行りかわかんないですけど、大型店限定みたいなそういう商品が最近多いんで、でわざわざですね、ちょっと今から大型店に行くって感じになるんですけれども、はい。であとですね、まあ今日午前中、ジョーダン1ですね、まあ案の定スニーカーズやったんですけども、ゴッテムできなかったですね。はい。でただ物株とか見ると全然値段が上がってないんで、これもしかして今一応免疫に行くんで、一応アトモスとかもあるんで一回見に行こうかなと思って、もしあったら買いたいなと思うんですけど、またまあないかな、まあ、なんとも言えないですけど、その辺も見に行きたいのと、あとですね、最近ノースフェイスの方でマウンテンライトの2020年 SS モデルですかね、がちらほら、なんかそういう情報が出てきてまして、まあ、ネットの方で売ってるところもあるみたいなんで、まあ、ちょっとその辺もですね、ちょっとそのアウトドア用品とかですね、その辺のちょっとお店を見に行こうかなと思います。ではですね、早速ちょっと行っていきたいと思います。免疫の方着きました。ではですね、ちょっと早速、GU とかアトモスとか見に行きたいと思います。では行ってきます。はい、今ですね、なんとか無事、購入できました。はい。じゃあアトモスも行ってみたんですけれども、まあ、やっぱり、ジョーダンないですね。ミッドは残ってるんですけれども、まあ、ちょっと OG に関してはなかったですね。でさっきですね、ちょっと前にインスタ見ましたら、まあ、誰かストーリー上げてくれてまして、今リストックされてるよみたいなのが出てて、でスニーカーズ見たらパッと見たらリストックされてたんで、普通にじゃあリストックするぐらいならもう最初から買わせろよとか思ったんですけど、まあ、今見たら自分のサイズがないですね。でアウトって形ですね。はい。ではちょっと次工事酸素行ってみたいと思います。工事山荘から出てきまして、まあ、見たんですが、やっぱマウンテンライトとかなかったですね。はい。まあ、なんで特にちょっといつ出るかよくわかんないですけども、まあちょっとデニムのやつですかね、なんかデニムのやつが出るみたいなんで、まあ、それがちょっと欲しいかなとかちょっと思ったりはするんですけれども、はい。ではですね、ちょっと次に、ちょっと寒河江の方も行ってみまして、アンディフィーティッドですかね、アンディフィーティッドがちょっとインスタなんか見ると、まだ AJ1 の OG がなんかあるよみたいな、なんかちょっと映ってたんで、ちょっとあるかな、あれは欲しいけど、ちょっと一回見に行ってみようかなと思って今向かってます。では行ってきます。今ですね、やっと境の方まで着きましたんで、もうちょっとで着くんで、はい、あるかな、で行っていきたいと思います。はい、今ですね、アンディフィーティッド行ったんですけども、あったんですけれども、まあちょっとサイズがですね、28以上しかなくてですね、ちょっと前サイズがなかったんで、買えなかったって感じですね。最後にちょっとビリーズ乗ってみて、寄って帰りたいと思います。ではですね、行ってきます。よいしょ。はい、今ですね、やっと戻ってきまして、なんとか欲しいものは無事購入できました。はい。であとですね、先ほど動画の続きじゃないですけども、まあ最初アンディフィーティッドに行って、一応 AJ1 の方ですね、一応サイズがまあちょっと自分のサイズがあったんですけど、商品もあったことがあったんですけど、自分のサイズがなくてですね、で最後ダイモンドでですね、一応ビリーズ寄りましたら、なんと無事マイサイズゲットできましたね。はい。で、これはですね、また、ちょっと後日、また紹介したいと思います。ちょっと今日の主役はですね、こちらのスニーカーじゃなくてですね、こっちになりますので、はい、GUですね。で、これ何を買ったかと言いますと、
今日はもともとちょっと気になってたズボンがありまして、でそれがちょっと買えなくて、でまあなんか欲しいなと思ってた矢先にたまたま GU の方でそのパンツを出してくれたんで、そちらを今回買ってきました。はい、で買ってきた商品が、こちらですね。はい、シェフパンツですね。はい、これシェフパンツっていうと何かと言いますと、まあ本当その名前の通りシェフ、コックさんですね。コックさんが履くパンツっていう形になります。でよく最近有名なのが、インスタグラムの方でクックマンっていうブランドが今流行ってまして、ペイズリー柄のパンツですね。でよくインスタグラムなんかだとペイズリー柄のパンツ履いて、シュプリームのなんかボックスロゴのパーカー着たりだとかっていう感じで、コーディネートが今流行ってて、で、わあ、かっこいいなと思ってたんですけども、で、たまたまそのクックマンを、師匠様が、クックマンのレビューとかもした方がいいんじゃないですかって、去年コメントいただきまして、で、あ、それもいいなと思って、で、ただですね、そのクックマンが全然売ってないんですよね。その黒のペイズリー柄以外はあるんですけど、黒のペイズリー柄だけどこ行っても売ってなくてですね、うわ、これ買えねえなと思ってですね、で、まあ、いいやと思ってたら、たまたま GU を見たら、普通に、まあ、名前は違いますけど、シェフパンツっていう名前で、こういうクックマンみたいなズボンを出してくれたんで、で、おっと思ってですね、で、しかも価格もこれめちゃめちゃ安いんですよね。価格が1490円のクラスでなんですけど、だいたいクックマンさんのズボンだと5、6000円するんで、それに比べたら3分の1以下。めっちゃ安いな、これと思ってですね。びっくりしましたね。で、これもですね、まあ、仕様的には、本当に、まあ、本当シンプルなズボンになりまして、ベルトループがなくて、本当にゴムだけのパンツになってて、で、本当にこうポケットが2つあって、で、後ろにですね、後ろのさっきの、後ろに、この片方だけ、1箇所だけですね、こっち側だけポケットがあるって形ですね。ただ、まあ、微妙な点としましては、チャックがですね、チャックがない形ですね。チャックがないんで、ほんと下ろして、トイレするしか、用を足すしかないって感じなんですけど、それぐらいですかね。それ以外はもうほぼ満点かなと思いました。これ試着して。で、生地感も、よくディッキーズのズボンがあると思うんですけども、ディッキーズの感じですかね。生地的にはディッキーズみたいな生地で、結構分厚めの、本当になんか丈夫そうな、ワークパンツって感じですね。はい。で、あとこれ見てみると、なんていうんですかね、この腰からずっと太くなってて、だんだん足の方へ行くと細くなっていくっていうような感じのシルエットになってまして、これめっちゃこれ、はい、試着してみたら、めちゃめちゃいいシルエットだったんで、で、思わず、まあ、本来はこれ黒しか買う予定じゃなかったんですけど、もう一個買っちゃいましたね、ついでに。で、こちらも同じシェフパンツになるんですけど、こちらがベージュですね。ただベージュなんですけども、ちょっとなんか白っぽい色なんで、本当はもうちょっと、ベージュっぽい、ベージュっていうか何ですかね、よくカーキ系な、色が欲しかったんですけど、ちょっとこの色しかなくてですね、一応まあこれも試しに買ってみました。はい。って感じですね。一応まあ、これ、値段がかなり安いですし、もう本当これ試着してみると分かるんですけど、これ久々になんかこの来たって感じのシルエットだったんで、良かったですね。で、まあ、前自分も去年、シュプリームのズボンを買いまして、で、それも一応買ったことは、ワークパンツ買ったことは買ったんですけど、結局 2回ぐらいしか履いてなくて、そこからずっと履いてないんですよ。で、なんで履かないかというと、シルエットですね。シルエットがちょっと太すぎるっていうんですかね。あまりにも太すぎるんで、なんかちょっと微妙だなと思って、2回ぐらいしか、2回履いても履いてないんですけど、それに比べればこれめっちゃいいシルエットだと思います。ではですね、ちょっと1回今、シュプリームの、パンツの方もあるんで、ちょっとそれとですね、1回ちょっと比べたいかなと思います。はい、ではですね、今ちょっとこれ、こちらがシュプリームの、ワークパンツで、こちらが、GU の、シャフパンツですね。ちょっとこの2個2つ並べてみると、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これ長さですね。こことここで、ここからここまで長さがあるんですけど、これ見て分かる通り、これ、裾の長さがまず違いますよね。はい。シュプリームこんだけあるのに対して、クックパンツじゃないや、シェフパンツはこんだけになるので、ポイントとしましては、丈がちょうどいい長さになってるっていう形ですね。この今回のシェフパンツの方は丈がちょうどいい長さになってて、で、なおかつ、
シルエットがシュプリームの場合だとここからずーっとこうやって、まあ、太いラインがなんですけど、シェフパンツに関してはここら辺はぷくっとしてるんですけど、ここからさーっとだんだん細くなっていってるんですね。ちょっとこれ見てわかるかな、なかなかちょっとうまく撮れないんでちょっと難しいんですけど、まあなんていうんですか、ここからだんだんとちょっと細くなっていってる形になるんで、そこが違う形ですね。同じような太さにはなるんですけど、そこが違う形になります。で今これちょっと横ちょっと水平に置いた状態でちょっと比べてるんですけど、今度は一回ちょっと履いて見てみたいと思います。はい、ではですね、まずこれ、まずシュプリームのズボンを履いてみるとこんな感じになります。まあ結構ですね、ワークパンツになるんですけど、結構これ見て分かるとぶっといですよね。下の方までなんかもうドアポンとしてこんな感じ でこれがあんまりちょっと自分好きじゃなくてですね、まあ一応なんとなくシュプリームのズボンってどうなんだろうなと思って買ってみたらこんな感じ であんまりちょっとシルエットがもう ここまでここからさーっと太くなるのがあんまり好きじゃなくてですね、で結構やっぱり最近だとジョガーパンツですかね、ジョガーパンツに慣れててああいうちょっとスラーっとした感じのが自分好きなんで、ちょっとこれがあんまり合わずにですね、あんま履いてないって感じになるんですけども、一応履くとこんな感じになりますね。はい、横から見たらこんな感じですね。で後ろがこんな感じになります。はい、こんな感じです。多分おそらくディッキーズとかもこんなようなシルエットになると思うんですね。ではですね、早速今日買ったシェフパンツですねの方を今度は試してみたいと思います。はい、では次にこれシェフパンツになりますね。これがベージュのカラーになるんですけども、まあ多分これ見て分かる通り丈がこれ見てあるちょうどいい長さなんですよね。これがめちゃくちゃいいですね。丈がちょうどいい長さ でなおかつ太いズボンにはなるんですけども、だんだんやっぱり多少下の方に行くために細くなってきてるんで、まあ、太いズボンでもかなりこれ丈感もいいですし、なんかあんまりそこまで下の方までダボっとしないんで、でこれ自分が試着した時にあこれめちゃくちゃいいなと思ってですね、でついつい2枚買ってしまったんですけども、こんな感じになりますね。で横から見ると、こんな感じになります。なので太いズボンになるけどだんだんと下にこの若干細くなっていって、で丈感もこんな感じですね。はい、になります。はい、こんな感じになります。なんでちょっと太めのズボンがいい方でしたらこれかなりいいかなと思いますね。丈感も最初から切らなくていいですし、これだったら多分ディッキー使わなくてもこっちでいいと思います。はい、では次もう一枚黒も持ってるんでそちらの方も履いてみたいと思います。はい、では次にですねブラックはこんな感じになります、まあ、やっぱりいいですね。丈感もいいですし、まあ、太いパンツになるけどこれだったら全然自分抵抗ないなって感じですね。はい、はい、こんな感じになります。まあ、なんでですね、結構これ、まあ、実際多分履いてみるとですね、多分あこれいいなって思った、多分おそらく、まあ、ちょっとこの動画では伝わらないかもしれないですけど、実際これ試着してみるとかなりいいと思いますけどね。結構ストリート系でまあ割と太いズボン履く方だったら絶対こっちのシュプリームズボンより絶対こっちの方がシルエットいいと思いますね。これはもう自分まあ、さっきのズボンからもう絶対 100% こっちの方がいいって断言できちゃうぐらいレベル高いですね、このパンツ。もう生地もほとんどあんま変わんないですし、まあ、ただちょっと難点はチャックがないっていうのはちょっと、まあ、自分的にはちょっと微妙なマイナス点かなとは思うんですけど、まあ、価格見たらもう1490円なんで、まあ、そこまでは言えないかなっていう感じですね。なんで結構かなりこれ完成度高いと思いますね、まあ、これでちょっとペイズリーからなんか出たら嬉しいなと思うんですけど、はい、ではこんな感じで以上になります。はい、ではいかがだったでしょうか。まあさすがですね、さすが GU って感じですね。いやーこれすごいですね、ほんとちょっとびっくりしましたね。値段も安いですし、まあこれなんか
生地感見てもなんかディッキーズよりもディッキーズみたいな感じなんですけど、ディッキーズよりもこっちの方が絶対しれっといいぞっていう、いやもう正直思いましたね。ちょっと脱帽ですね。最近すごいですね、ユニクロですとか GU とかもう相当、まあ、トレンドとかもちゃんとやっぱりみんなが欲しいようなものを出してきますし、いやさすがだなっていう感じですね。はい。で、まあ、正直ちょっと自分もまあ、高級ブランドもんとかいろいろ売ってるんですけども、まあ、中にはですね、やっぱりこんなものがこんな値段すんのっていうのが、まあ、結構、まあ、多々ありまして、で、それに比べれば、ほんと値段もいいですし、品質も、やっぱり、まあ、日本のメーカーになるんで、品質もいいですし、もう間違いないですね。はい。で、あんまりですね、まあ、自分、特にあんまり、まあユニクロとかばっか紹介するチャンネルでもないんですけども、まあユニクロとかこういう GU に関してはまあなんかいいなと思ったものだけ一応紹介するんですけど、これは本当にまあいいかなと思います。値段の割に本当安いんで、まああと強いて言えばチャックがないのが難点ですけども、まあただ値段見たらまあそんなことは言えないんで、まあこれが妥当かなと思いますね。はい。なんでまあぜひともですね、まあただ今これちょっと大型店限定商品みたいなんで、まあオンラインでは買えるとは思うんですけども、もしお近くに、大型店なんかがあれば、ぜひ一度ですね、一回試着してみて、試着してみるといいかなと思いますね。もうこれ結構ストリート系の、ファッションされる、ファッションの方だったらいいと思いますけどね、かなり太めな感じで。で、シルエットもいいですし、まあ自分は結構気に入りましたね。で、多分こっち履いて多分シュプリームのズボンは多分履かない、多分おそらく履かへんかなっていう感じで、になるかなと思いますけども。はい。ではこちらで以上となります。また何かですね、随時購入したものですとか、いいなと思うものがあったらですね、随時チャンネルの方で、紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。